極限まで、極限まで喉カラッカラにして炭酸で流し込むのが最近のブームです。あ、揚げ玉。揚げ玉か。でも揚げ玉は入れたら入れただけ美味しいから。入れたら入れただけ美味しくなる魔法の食べ物だから。こんばんは。 嘘カプリコずっと食べてられる <laughs> カプリコ大好きカプリコ大好き芸人ちょっとスケジュール帳見てくるね5分で吸ってる噛んでるそれ吸ってんのか噛んでんのか チ飲んだよね <laughs> しっかり噛んで消化しないわよなんか最近この深夜のラジオがデフォルトになってきたんだけどなんか落ち着くんだよね森もう寒いのめちゃくちゃに暑いよこっちクーラーだよ えそう今オノピーさん来てくれてる一緒にいないの今日も出張中おかえりロペさん <laughs> 今日も微妙いですね使い方違うんよあいないのか昨日さあのここに結構来てくれる朝日ちゃんっていう子見かけたことある今日子ね昨日ねなんかね質問があってさ いやいないとこで答えちゃったからさちゃんとキョコねえに話したこと言わないとと思ってあさひちゃんそうしてるあの子がさらちゃんの恋愛の人同士で結婚したりした人いるのって昨日さ聞いてくれて「あいるよ」って言ってあのさキョコねえのこと紹介しちゃったごめんねいないところで紹介しちゃって2人ともいる時に話した方がいいかなと思ったんだけど いないところでお話しして申し訳ないなと思っておのぴーさんもごめんねあそうそうそう結構来てくれてる猫、ね、のアイコンの子うんポコちゃんでもいる子あらはじめまして眠すぎて眠いそれはもう眠いよシンプルに眠いやつないよ フォローしましたありがとう親父のアイコンないよ、ほのほのは。ういないとこでね、あの、お話し出しちゃったから、そんななんか、詳しくとかは話してないんだけど、あ、いるよーで話しちゃって。あら、かわいい猫だね。 寒くないよ暑いよ汗かいたよお風呂入ってちテンプレをしてるテンプレ担当やからね昨日はね恋バナになったんだよねなんかみんな恋してそうでうらやましくなった。 いやーごめんねーと思って。なんか、いないところで話されるのをさああ、そんなあの悪いようには全然言ってないつもりなんだけど、あのー、いないところでさ、話されるの嫌だったりするじゃん。あ、そうよね。ごめんね、オノピーさん。もしかしたら聞いてないかもしんないけど、今ね。あのー、あの、ごめんねーって伝えといて。 竹12周年行かないとは思う。おはよう。もしあのあ、あの、うん。なんかあの、ついでとかで、レン、もう言っちゃったからさ、申し訳ないって。マジ120曲もやんの覚えるの大変だな。<laughs> それなんか覚えるの大変そうだな。 ありがとうそうそれで昨日はね恋バナになったんだよね聞いてただけなんだけど行きたくないデートの話になったんだよねそして武井はデートデートは山登りするとこだと思ってる え中華丼食べれないやつだ私があれじゃんドロッとしてるやつじゃんやだー苦手中華丼皿うどん八方菜苦手三重芯 <laughs> 私が嫌いな食べ物三重芯だよん,なんて読むんだろうジェイク すんだーさんありがとうハートサラうどんサラだけにサラうどん嫌い苦手カニ玉は好きあんかきうどんって何 <laughs> あんかきうどんってなんだカニ玉は好きなのカニ玉とかあの天津飯は好きただ本当にあのダメなんだよね味付けがダメなんだよね ドロっとしてるものが無理というか、八宝菜の味付けが嫌い。一緒やん一緒じゃないよ。カニ玉は好きだよ。カニ玉も八宝菜も好きだけど、中華丼の味付けが本当に嫌いなの。絶対にあれは米に合わん。<laughs> あんかけは好きなの。あんかけが嫌いなわけじゃないの。八宝菜の味付けと具も嫌い。わかる。あのー。 うずらの卵とか全然嫌い <laughs> えー、無理あのなんか味が無理あとなんかあのとろっとしたところに白菜とか入れないでほしい白菜とかイカとかやめてほしいほんとにほんと食べれない卵はあのニワトリさんがいいな野菜は食べれるうずらはアンチなの生のうずらは食べれる えー、白菜、えー、あそこに入れないでほしいうずらをさゆでないでほしいなんならゆで卵もできれば半熟じゃないとやだなっていう次元にいるタイプの人だからさえー、ええー、んかなんかボソボソしない 飲みに行ったら必ずうずらいつ使うん、うずらゆえたくないよねそばに乗ってるさ生生生の生卵のうずらなら許す飲み物あ、デーブーボイスね <laughs> 星、星をめしてるわえ、わかるでしょほら,ほら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  なんかダメなんだよよねねだだから私おでんのおでんの卵食べれないんだけど仲間いないかなおでんの卵食べれない方いない醤油漬けとか串カツのうずらとか焼き鳥とかえ全部無理も <laughs> れなく全部食べれなくてびっくりした今竹井アンチアはえうずら食べれないだけでアンチになるの 何それココイチでうずらの卵あんのでしょうゆで卵は熱湯したところに7分ゆでるのが一番おいしい <laughs> 7分ゆでるのが一番おいしいからなんだろうねうずらがほんとダメえ測る毎回測ってるそしたら半熟のおいしい 卵が出来上がるおでんおでんさあれ半熟にするの難しくない <laughs> あれ結構むずくないか聞いてなかった聞いてなかったお湯熱湯にして7分茹でたらちょうどいい。 これはね、でもあれなの、本当は妹か、妹が教えてくれたのよ。妹の作り方なのよ。だよね、うずらがないで困ったことは私もない。まだない。そうなんだよね。煮込むともうダメだよね。えー、おでん、おでんはもう絶対に、あの、大根が一番美味しいと思ってる。大根とはんぺんが一番美味しい。 何ビビンバーレンチンしてるのにレンチンのやつあの弁当系のとこにあるやつ入れる前の卵の温度できるだけあんまり早めに出すようにはしてる早めに冷蔵庫から出すようにはしてるけど忘れるので早め <laughs> で割と冷えた卵を突っ込んでるかもしれないタケイあざるそばとかのうずらはいける茹でないでほしいの ポッチンチャックは別になくていいと思ってる私は <laughs> えー半分にしてあーでもそれはうーんえおでんにマヨネーズつける派ですかマヨネーズ私そこまで好きじゃないんだけどおでんにはマヨネーズなんだよね誰かおでんマヨの人いないかなおでんにじゃがいもが入ってるんだけど竹池はおでんのじゃがいもにマヨネーズをつけて食べると ポテトサラダみたいで美味しい。あ、からしか。柚子胡椒。えー、ないマヨネーズ合うんだよ。え、ないのえ、竹池だけだったんだ、これ。竹池はじゃがいもが入ってるの。絶対に、おでんには。じゃがいもと、えー、っと、ごぼてんと、たまにウインナーと、ポッチンチャックと、 こんにゃくと大根とはんぺんとかなでみんな私んとこだけだねマヨネーズつけて食べるポッチンチャックはもち巾着です <laughs> タコ入ってないんだよねうずらはないうずらはダメ え、違うよ。取り出してだよ。みんな小皿、鍋で出てくるの。竹池鍋で出てきて、小皿にマヨネーズを置いてて、それにちょこっとつけて食べる。やってみて。一回挑戦してみて。あの、文句を言うのはそれからだ。<laughs> 一回やってみてほしい。あの、だしに入れない。タコ入ってることないんだよね。ちくわぶはない。 まず作って <laughs> あの出汁はもう取らない取らないの竹池はあのお皿に取り出さないから関西はちくわぶ入ってないんだよねえそんな本当にないの関西のおでんにはちくわぶは入ってないのお疲れ様ですなんならちくわぶ私一回も食べたことないまだ食べたことない食べ物ちくわぶあの未知の遭遇 まあ一回やってみてよ。<laughs> まあ竹池がそれなだけだから。え何なのちくわぶって。えちくわじゃダメなのそれ。違うのちくわと。あ、筋肉も入ってる竹池。何まずいのえ、ちくわぶって何美味しいのえー 白いやつでしょ白いちくわみたいなやつでしょちくわとの違いがもういまいちわかんないからなええー、もう食べれないかもなんかそのその表現聞いたら嫌になったおでんでもあるよね多分多分うちだけかもしんないうん筋肉おいしい あのでも筋肉のブルブルの部分あるじゃんなんか油の油なのかなあれあっこ食べれない苦手最近やっと食べれるようになってきたけどあっこ苦手なんだよね小麦なんだちくわぶ食べれないかもちょっとおでん食べたくなってくるよねコンビニのおでんおいしくないあのなんか区切られてるやつ家で作るとさ結構お鍋で炊いちゃうからあれだけどあの区切られてるやつ美味しい。 豚足入ってない不なんだ何入ってるだろうあー食感がなんかそんな変わったもの入ってない気がする竹池。体型 うどんね。うどん食べたことないね。コンビニ、うどんって書いてあるよね。美味しいのかななんか私びっくりしたの。家のね、餅巾着って餅しか入ってないのよ。あの、巾着。あの、揚げの中に餅しか入ってないやつスーパーで買ってきて、あれを入れるんだけど、一回コンビニで餅巾着買った時に、お餅の中になんか具が入ってたの。これってあるある <laughs> よくあることなの あうどん先輩誕生日4日4日に人 1, 1回つけてくれてる <laughs> 数えてるじゃん数えてるやんえ餅のみだよねだから私初めて食べた時びっくりした具入ってるんだと思って私は入ってない方が好きだったちなみに。 えじゃちょっとさこれ結構各ご家庭で分かれそうなさネタが思いついたお鍋に何入れる <laughs> お鍋何入れるみんなこれ気になる竹池はなんだろう白菜とネギと豚肉とお豆腐と は結構マストなの何鍋にもよるよねキムチ鍋とかだったらもやしとかが入ったりしたりもするニラとかロペさんレベオあえのき入る入るレタス美味しそうだからしゃぶしゃぶとかであるもんねあと大根とか薄く切って。 短冊みたいにして薄い短冊みたいにしてきたのを入れてもらったりするあ私んとこはねマロニーちゃんじゃないねくずきりかもあくずきりかな多分くずきりかもあ美味しいやったことある <laughs> ミルフィーユ美味しいよね ミルフィーユ美味しいいんだけどくくさくない私だけ毎回めんどくせえなと思いながらあのミルフィーユ状にするのが鍋の季節早く来てほしいもうご飯作りたくないそう何入れてもいけるみたいなのある確かにチュルチュルしたやつは何入れるか竹駅はくず切りかもしんないあ厚揚げ入れるんだ 私味噌鍋好きだよちなみに味噌鍋 <laughs> もう鍋の季節早いな9月ないよ10月秋超えてるんよなあー絹と厚揚げ私厚揚げが無理かも木綿なんか苦手はちょっとわかる 芋煮ってなんだ芋煮って山形とかえー、半袖、もう長袖カキカキね、一時入ってたね。もう最近入ってないけど、ちっちゃい、ちっちゃくなるよね、だいぶ。あ、年中食べるまだ暑いかなーってちょっと思ったり。えー、ち巾着私結構ダイレクト餅だったわ。 でもダイレクト持ちしちゃうとあれだよね。次の日にさ、締めがさ、締めの頃にはもうみんなお腹いっぱいになってて、あんま食べないからさ、あのー、残っちゃうよ。結構。締めは次の日のお昼ご飯にすることが多いんだけど、ドロドロになっちゃうよね。糸紺、糸ん美味しいね。ね糸んはでもね、すき焼きの時かも、竹池は。 私も基本長袖 <laughs>。私も基本長袖だな。行事なんだ。年、毎年年一あ、わかる。しゃぶしゃぶ用のお待ちいいよね。コウさん、ありがとう。モルモットじゃん、コウさん。今ね、私が配布してるアバター、モルモットのアバターなの。よかったらもらっていってね。 翌日持ち越すタイプえみんなお鍋の締めは何ちなみに各ご家庭によるよね竹井はもうねうんーなんかうどんラーメン米って感じなんかどれか一個なんか普通のお出汁系のお鍋だったらあの おぞ、雑炊みたいになる雑炊かうどん家でやらないの瓦で鍋するんだふんー芋煮会ってこと中華麺あのさちびまる子ちゃんの中華麺知ってるちびまる子ちゃんの絵が描いてある麺があるの鍋用の。 あれが一番美味しいって思ってるんだけど誰か知らないこのちびまる子ちゃんのラーメン知ってる人いないあれめっちゃ美味しい知ってるゆうゆうさん。あれめちゃくちゃ美味しくないえ、ぴぴさんは増水派か。ねあのちびまる子ちゃんのラーメンめっちゃ美味しいからちょっと食べてみてほしい。びっくりするよ。すぐ茹で上がるんだよね。あー、卵とご飯のやつ美味しいやつ。 そうかも昔和田アキ子さんだったかもしんない絵がそうそうちょうどいい硬さなんだよね麺がお疲れ様ですラオウの鍋用ラーメンってあるのえ美味しそうああシューええー、やんええー、やんなんか鍋食べたくなってきたな 明日ちょっとご飯作るの私サボろうとしてる節があるんだちょっとめんどくさくて <laughs> あでもさあの切ってくれてるやつとかもあるじゃん逆にでも一からご飯作る方がだるくない野菜切っていろんな調理しないといけなかったりさ洗い物多いじゃん鍋だったら もう、包丁とまな板と鍋だけで出来上がるよゴース楽だなって思っちゃうかもチンジャオロース一理あるあるんだな <laughs> うん、明後日はあれにしようかな竹井は担々うどんを明後日しようもう明日はサボろうなんか疲れた <laughs> チンジャオロースも楽か何が楽かなもう最近楽することばっかり考えてる楽すること考えて今日ちょっとめんどくさかったわ え、でもピーマンピーマンは破るの <laughs> ピーマン引きちぎるってこと炊き込みご飯もよくするんだよちぎるってことそれ <laughs> ね作り方次第で私多分めんどくさいことしてるわ片栗粉まぶしてあー冷凍 私のところは結構野菜はね、いただくことが多いから、野菜は切るな。毎回切るか、切るね。で、揚げは、揚げさんは、あれしてるわ。冷凍してるわ。揚げは、お味噌汁用のサイズにカットして、ジップロックに入れて、冷凍。ね、片栗粉をお肉にした味付けてから、片栗粉をね、 めっちゃでかいやつおるあの切り方これでいけるんかなみたいな野菜いるゴーヤーとんでもなくでかいゴーヤーもらってあのなんか一生ゴーヤーチャンプル作ってたひき肉かうん牛肉がいいって言われそうだからな ゴーヤーチャンプル武井めっちゃ上手に作れるで <laughs>。自慢じゃないけど武井さんが作るゴーヤーチャンプルめっちゃ美味しいで。牛のひき肉 <laughs>。確かに。一等分ね。 お肉豚肉派スパムじゃないんだよね。ゴーヤーいただいてたからそう豚肉と水切りしたお豆腐と卵とゴーヤーかな。 なんだかんだ何でも作るのはめんどくさいなって思うよね寝なきゃゆっくり寝るんやで正直毎日ピザとかがいい。 まだ返してなかったの返してあげて。アバター着替えた。本当だ。ありがとう。4時間しか寝てないじゃん。でもその前に DM 返してあげて。あれから返してなかったの夕方配信ちゃ夜配信から。<laughs> 宅配。サーラーイーツ。私、作り置きがダメなんだよね。 絶対に腐らせるる自信があるなんか作ったことを忘れちゃいそう返した中途半端に可愛い,いでしょこのアバター。 マジ私んとこあんま作らない誰も誰もあんまりご飯作らんあきんぴらごぼうを作ってるんだ結論には至ってない何の何の議論をしてんのそこ二人聞いてあげようなんだ なんかこの間までおばあちゃんが作ってくれてたんだけどバトンタッチしたの武井さんにあのまあどっちも武井さんなんだけどあのおばあちゃん足が悪くなっちゃってあのそうそう立ってんのしんどいというかなと思ってバトンタッチしたんだけどあのだから私が作るようになったらお母さんじゃあおじいちゃんがさ 食べたことのないものがたまに出てくるんよ。毎回びっくりしてる。何これ何これ何これが多い。今日、今日初ロコモコでした。寝る前に一つ切って、友達が推しの管轄内、なんて読むんだろうで朝、コクコクしてなのよ。ほう。タイタンはいつでもあるね <laughs>。いつでもなんか炊いてるね、おばあちゃん。 よくよくたいてるイメージそれを推しが気づいてまえんさん住み具合どうですかって聞いて症例見たりほう推しから話しかけてもらってずるいえだけ <laughs> 推しから話しかけてもらってずるい言うてる話しかけに行きなよじゃあ推しに。 話しかけに行っちゃいなよおはようございますって自分から言っちゃえ話しかけに行っちゃいなよで落ちはって言いがちな <laughs> あるあるの反応やバレてる毎日70から 80出してうちで裏でマネーチャーさんから褒めてもらってた褒められてたらしいです直接褒めてくれよまあでも裏で裏でさ悪い話じゃなくて褒めてもらえてるんだからよくないか <laughs> オチはないよなんせ関東時なのでだってあさん よよく喋るよこのよく喋るのこの子ねほのかって書いてるけど名前オジだからオジって呼んであげて <laughs> あのうん急に絡まれると思うから急に絡まれると思うからオジっていう二十歳のなんだっけあの <laughs> 違うわ二十歳って言っちゃダメなのかあの自己紹介出してあげて大体 <laughs> いいシャンパンコールしてくれるのはこの人です 寝落ちしてたんだいやちゃんと人は見分けて絡んでるから <laughs> なんとなんとの人そうそうそうなんとなんとの生みの親でもなんかもう来週ぐらいにはここ二人が絡んでるところが私は見えたよ <laughs> なんか絡んでるところがちょっと見えてしまったよ こいつ絡んだ赤みたいになってるやん <laughs>。そうなの要注意人物ってことあーさーんめちゃくちゃだるま投げてくれてるよ。ありがとう。だるまさん。誰がだるまやねん <laughs>。はっとりさん、レベルめ。メンションできないのはちょっとあれだよね。不便だね。 おじじのは「ち」に「てんてん」だからね「し」に「てんてん」じゃないかね「おじ」の方だから誰よりも誰よりもコメント早いからこれこれこれあの,こ,のこれ自己紹介だから覚えといてあげて熱中症かな水の分野でしっかり暑いからな今日これこれですこれが「おじ」の「 自己紹介だからスキピーいますに変わってるよこういう子 <laughs> こういう子って言われて一番困るよねこういう子「ニュー」推しとスキピーは違うんだよね難しいないや寒いんだけど地域差出てんな 心臓外科医に誘われてたのって誰だっけサムルクちゃん <laughs>。違うじゃなかったこんなポーズしてた。えなんか小指立ってなかった小指立ってる虫さんのポーズよね。一緒なのオしとスキピは一緒なんだ。あなるほど。オしとスキピ別人だと思ってた。同じ人だったんだ。 新曲の MV めっちゃ可愛かったなんか新曲の MV 見てからもうなんかアイドル見たいっていうかなんか可愛い女の子眺めてたいっていう感情が溢れちゃって昨日からずっとなんかアイドル見てる <laughs> 見てないの見てよ可愛かったよ ね、エモいよねかわいかったおかげでだから今日ここ展見たりあれも見たよ「ただいま恋愛中公演」も今日見たチーム A の方なんだけどあんな小さかった千尋がもう千尋24歳やからな今年今から送ってくるわ誰に送るのそれ エジオンちゃん可愛かったよあの子すっごい美人さんだね誰目線ってなるだろうけどめちゃくちゃ美人さんツイッター見てあげようでも見てあげよう武井でも最近迷惑メールが多いんだよ DM でツイッターの迷惑メールが多すぎて悲しい気持ち見てあげるけど 送られてこないない見に行ったのにあ錬金錬金千秋楽ね楽しかった送られてきたわあなんか思ってた色じゃなかったわほんとだピンクだあのー、今ねツイッターの方に画像が送られてきたねえいいじゃんいいじゃんめっちゃいいじゃん あ申し込んだだけ申し込んだっていう人数じゃなくない <laughs> 結構申し込んでるんよそれは <laughs> それはもう結構申し込んでるなえかわいい前緑じゃなかったか緑よりそっちの方が似合ってる気がするインとチヒ。 七期多いな, <laughs> 七多いな緑になりやがったなりやがった口悪いな「チヒー」って聞こえた反応するからねチヒーレーダーが反応するからお話し会申し込んだ有り君は り、うんコジリンとれいこちゃんれいこちゃんって初めて言ったれいこうんー誕生日の前の日12月ってことあー日程が終わんのかなんて読むの なんて読むの漢字ジオンちゃんとなんて読むんだろう難しいねサキちゃんお祝いしてもらおう推しにお祝いしてもらおうえそこも個人情報あ土日お仕事だったらそっかお話し会とかもそうだよね 吉野美咲ちゃんって読むんだ両方中学生なんやってんやってそれはもうロリペイさんだわ中3んやってんやってんやってあそうなんだ枠があれば投げろってなった それどこで習ったんそれその教習どこであんの <laughs> 怖いそんなこと言われんの英語しゃべれんのかっこいい帰国子女なのさすがやから武井が参加する 思ってるのにビビった。どういうこと、どういうこと。お試し会 <laughs>。お話し会ないよ、何、何試してんねん。あ、ウィズライブ。<laughs> ウィズライブ。やってるね、竹芋。あ、中学生推しの方が結構いらっしゃるな。 もうすぐ24歳になる人も押してあげて、ぜひ。あ、今日ストガノ誰かも言ってたね。今日、ズと話してきたって言ってたよ、さっき。あ、見かけたんだ。話しかけたあ、今日もしてたっぽい今日言ってた。今日、夜配信の時に最初に。 すずと話してきたって言ってた方がいた平日かあ話しかけなかったんだそっとちょうどロリペイさんが言ってたラーメン屋さん TikTok 見てたらちょうどいいタイミングで流れてきて紹介されてて美味しそうだったそろそろメンバーも参加しないやろと思ってる気がするえ参加してないの 参加しないよなえ申し込んで参加してないのもったいないよ話に行った方がいいよ会社付近でかりんちゃん見かけるのは結構難しいんちゃうさすがになんか暗いね暗くてあれだねプロジェクションマッピングみたいになってる店内あんま見えなかったんだけど キヒをしまくろうさ。<laughs> あの、りょうたくん、ターから始まって、ラーから始まる子どうラーで終わる子どう <laughs> パシフィコ横浜か。でもパシフィコはよく握手会してたくないめっちゃおしゃれめっちゃおしゃれだった。柿ラーメン美味しそうだった。なんか、ご飯もなんか変わったご飯だったね。あ、違うんだ。 20回ぐらいは申しそんなに申し込んでるのに1回だけなのなんでタラちゃんタラちゃんですふぐたたらおちゃうんよ面倒いやええー、<laughs> 行った方がいいよせっかくせっかくなんだからめんどくさがらずにあ丁寧な店員さんなんだ なんかご飯がさ白ご飯じゃなかったよねあのわかんない紹介されてるのがそれだったんだけどし普通の白ご飯じゃないやつだったよく出てきたな <laughs> よく絞り出してきたなほのかほんとにしっかりしてる24歳その人24歳で98年生まれの方言いますやん。 スチランの職業の方ってそんな言い方しないであげてよ天才でごめんあごめんそこまで褒めてないそこまでは言うてねえなカキをしてんのかなんか醤油ラーメンも出てたけど普通のなんか難波の劇場の近くのねラーメン屋さん アタッチメントが受かったってどういうことあー確かにそれはそうだよね結構覆されるもんねそれでネクスト資格あれなんて読むんだろうね醤油ラーメンはあっさりしてるってかいなんか言ってたけど私がちゃんと見てなかったんかもしれない醤油ラーメンなかったアタッチメント,私アタッチメント アタッチメントあのちゃんと予約取った竹 <laughs> 井はもうちゃんと歯医者の予約取ったよ半年以内に <laughs> 半年以内にジンクスみたいになってんじゃんこれなんて読むんだろうネクスト四角これなんて読むのなんなんだろうね母校へ帰れ一生忘れん さあ母校描帰れ懐かしい母校いつまでも母校のさアウトルの振りが <laughs> できなかった <laughs> アライナー聞かないとよねネクスト資格なんだ <laughs> 寝るって言ってたのにいてくれてもいいんやで しっかり話していってコメントたくさんしておくれうん手がめっちゃニンニク臭ニンニクじゃないこれ何の匂いだええー、私はね 何が好きだろう。市場主義。初恋至上主義、私やったことないんだよね。夢逃げ、結構。やってない。夢は絶対。逃げていかない。 おお、定期出てきた。こんばんは、初見さん。定期出てきた、久しぶりに見たよ。欲望者。私、あれが好きかもしんない。らしくない、好きなんだよね。あっさん、ありがとう、音符。らしくない、かわいくないあのさ、らしくないの、カラオケ音源聞いたことある歌がないやつ。チャ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 やつ。 あれめっちゃ可愛くないう裏メロっていうのかなあれめっちゃ可愛くない笑ってあげてください <laughs>。そこだけ別で出んのかコメントができないのか文字数が。ああ見れてないんだ。そんなえに夢逃げ結構やってるイメージあったけどな。夢逃げはいい曲。 次、表題曲だったら、らしくないが結構好きだな。文字数制限。えー、らしくない。衣装も好きなんだよね。なるほど。笑ってあげるのが正解だったのか。頑張れ。話したいことたくさんあるって書いてた。大谷 オータリーから突然3時ぐらいに来る LINE が結構好きだったよ武井は <laughs> 本当になんかとんでもない時間に LINE が来るんだよね <laughs> まあこいつ起きてるだろうなって多分思ってる <laughs> 思ってたんだろうねあのなんかね自分の写真をなんか合成して送ってきてくれるんだよね <laughs> めちゃめちゃくちゃ面白い写真が「ロリペイさんレベオめ」 わ,あわざとらしく笑ってんなあ,あ毎朝夢逃げ聞いてんの最寄りからちょうどいい時間につくレベアリですレベルおめですいやじゃあのずっと LINE してるとかじゃないんだけど太田リ央奈と川野七々穂はほんと突然夜中に LINE 来る <laughs> ほんとびっくりするぐらいほんとびっくりするよタキのエピソード あそれだよ武 <laughs> 井さんからのエピソードほらほら武井さん優しいんだよほらいい人なんだってほらほらでも大谷はいい子だよめちゃくちゃあの二人本当に本当に夜中に LINE 来るからな やめて恥ずかしくなるからそういうの <laughs> そういうの恥ずかしくなるからやめて優しいそんなことないちょっと待ってちょっと待って優しい担当だったんだぞ先井は基本優しいんだからな 優しいなやばいやんちょっと待ってめっちゃ恥ずかしいからそれ紹介するのやめてくんない <laughs> おいそんなことないよえそこ使うとこじゃないんよ使うとこじゃないよーっていうやつだよそれえそうなの衣装さん褒めてくれてんじゃんありがとう衣装さん あったりしない全然あったり説あったりしないよタケコ <laughs> 最後タケコなんだ <laughs> タケコって呼んでくれてたなそういや大谷元気かな立証失敗全然違うよ大谷ではないよ大谷推しだった推しだよ推しの方だよ 恥ずかしここでここでなんか紹介されるのめちゃくちゃ恥ずかしくないアプリ落ちてた落ち落ちがち落ちがちそうだよ武井さん意外と裏ではちゃんとしんあの先輩してるタイプ。 とりあえずさなんや優しい先輩ややめてよ褒めないでよ恥ずかしくなっちゃうからやめて、うん、髪の毛の量すごくなるの増えんの朝方増えんのどういうことそんなことないよ使うとこ違うよ <laughs> そんなことあるよ そそうそうドラさんのおそう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 おいおいもうどんどん減っていってないなんか追う,追うのさ減っていってない <laughs> 追いの文字減っていってないそんなことないよまで言ってあげてけどね今回のは今日も可愛いの方なんよ追うのは追い違い追い違いないよそれは。 めっちゃ止まる私かな Wi-Fi が悪いこれ誰か教えてみんな止まる竹の Wi-Fi が悪い説あるそんなことないよそうおわんでええんよこういう時だけここぞとばかりにおわんでええんよ私かもしんないなこれどうやん多分電波が悪い竹けいさらちゃんが重い可能性出てきたね 三時間後。3時間後。あ、Wi-Fi ギたら止まんなくなったマディ今度からもうラジオするとき絶対 Wi-Fi 切ろう。毎回忘れるよね。まあ、知らんがなって感じだと思うけど。毎回忘れるんよ。切ってみた大丈夫みんなギガは大丈夫かみんなのギガは大丈夫か 今日日はまだ十何日ぞあとああ無制限強いああ黙ってる可能性あるね滝が黙ってる時もあるね黙りこくってる時もあるから何とも言えない使い私も変わったの紀州園してからさ使い放題になったのだからもう堂々とさ電波落とせるはずなのに忘れちゃうんだよねなんか止まる止まって黙ってんのかどっちか分かんないよね ずっと喋るわ <laughs> ずっと喋るからなんかフェイントかけてみるわなんか自分で止めるわあ今日あわみたいな <laughs> フェイントをかけていこうかちょくちょくフェイントかけるわ自分でありよりはべり今そっかり盛り上がってるかーあおやすみほのたん親も散らしてるわー湧いてくれるからね あよりはべりよハベリで今そかリであっさーっていう音多分あの空調の音とか空気の音そうやそうやかてせやかてや <laughs> せやかてたっけいやポーみんな夜中だからおかしくなってない大丈夫お気を確かにみんなお気を確かに視聴してもコアみたいなあ一応ねあるあのレベルが上がっていく お腹の音今鳴ってないよありよりコールありよりはべりでこんな盛り上がるって中学校の習った頃には思わなかったもんねまさかこんなにありよりはべりで盛り上がるとは無課金なので時間が大事なみんな10レベル目指して頑張って一緒に4 0 4 5あと20人嘘、嘘おっしゃい嘘おっしゃいあさんめちゃくちゃアイテム投げてくれてるよ 10以上がじゃないかな盛り上がってるのは約1名のみなんだよね今のところまあまあでも今後ね増やしていこう仲間あの何なのかな何仲間これ「古今若衆仲間」となのかな何仲間これ何仲間って言うんだろうね 喋ってなないいからじゃないコメントがコメント数とかじゃなくてありおりサークル <laughs> あのなんか参加条件とかってありますありおりサークルってなんかできるやつですかねいとうかし何何何もいとうかし 正直糸お菓子とかいまいち分かってないんだよね武糸お菓子の意味がいまいち分かってないあ早いのかな時間が竹井は多分ちょっと配信の時間遅すぎるっていう説があるからね正直糸っていうお菓子やであんま食べたいと思わんな引かれんな あのお仕事終わりの人に来てもらえることを希望してるからな21時はなちょっと早くない日によるんだけどね21時の日もあるんだけど基本22時だね興味深い亮太くん謝るの早いらい 夕方は早いよね。統一してほしい。通知取ってよ、それは。それは通知取ってあげてよ。夕方でもね、あれなんよ。6時になったら田舎の音楽流れちゃうよ。どういうことってなるけど。田舎の音楽があってさ、田舎の音楽が流れちゃうから、ちょっと住所バレを気にしてるんだよね、滝。12時、6時がね。 できないんで田舎の音楽が流れるっていうデメリットがあるんだよね武井さん今フォローボタン押してみてあフォローしてくれてる待って今までフォローしてくれてなかったのフォローしてあげて夕方仕事中にあんまり通知来ないでほしいは <laughs> じゃあ仕方ないかさらちゃんの配信時間 Twitter 以外にも載せてほしいどこに載せたらいいのどこ 一応これのあれでショールームのあれにもあるんだよ。もう一回押したら何やってフォロー外してるやん。何やって何やって何電車のとこの掲示板とかに載せといたらいいその辺に載せといたらいいかしら。時間配信予定。あれさ、私さ。 ワン,チャンできない可能性あるなと思って諦めてるあストーリーの方がいいのかなあこんばんは確かにストーリーだったら 見やすいよねストーリーめっちゃ見やすいよね設定できるできるけど変更することあるしなーと思ってやってないね絶対そのうち忘れるんよほんでそれやり始めてもわかりづらいかでも大体16時半「ポコチャのファミリー載せといたらいい?」見てくれる見てくれるんなら 載せるわ。<laughs> 見てくれるならそっちに乗せるわ。竹江は今何してる人なの？うんまあ、何でもいいよ。もう <laughs> 何でもいいよ。一応ショールームで配信してる人っていうあれなんだけど、まあもう何でもいいよ。な <laughs> んだろう？妖精さんとかかな？<laughs> 妖精さんでもいい？ファミリーみたいなのに載せてるんだよ。毎日。 ストーリーの音、えあ、あれ、アップデートしてないから私変わってないんだよね。ああ、営業、<laughs> 営業情報載せとくか、け井も。け井も営業情報、ストーリー載せるのがいいか。ファミリー入ってないもん、入ってあげて。入ってあげて。見てあげて、け井さんの情報。要請、要請。それで行こうも。 それにしようすぐわかるようにしてもう難しいこと言うな難しいことを言うなこのお嬢ちゃんは食べログに食べログに載せるのえ、でもさ、それでさ食べログに載せて評価一とかやったら私ちょっと悲しくなるよ なので「欲しいのですみたいな泣くよ <laughs> ちゃんとちゃんと悲しくなっちゃうよその評価 Twitter ほとんどん見ないもん見てあげて見てあげて毎日一応投稿してるからちなみに次の配信は明日の0時から配信しようかなって思ってる所存テイクアウト専門店 <laughs> <laughs> 何星？し食べログ <laughs> 食べログちょっと草じゃない <laughs> 明日あれなのよ撮影のね用意があってそれの買い物が全然できてないからちょっと明日ちょっとねほんともうすぐ撮影があってそうなのよそれのねあの買い出しとかが何もできてない状況なのよ。あの東京に行かなないとなんだけどその そうそう。いろいろ買わないといけないから、そのお買い物に行くので、ちょっとお休みしようかなってよ。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 水着は買いに行かんのよ。二十四時。明日の。十五日の零時にする。あ、違うな。十。十六日の零時が正解だね。 ゴキって言った腰骨サラちゃんの腰骨がえどどの0時が正解この場合ちょっと難しいよね16日の0時かも16日の0時が正解な気がしてきたじゃ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 よ よよよよよよよ <laughs> 盛り上がってます0時5分 <laughs> ちょっとずらして分かりやすく落とすタイミングの方の0時に来てくださいっていうのが正解日付のと0時の違いじゃなくて 唇に触れたのはやわらかなダイヤモンドダメダメ音程が怪しいからくだらないしゃれを言ってる男がうざいので星一つでやばいじゃんコメントも食べログの評価につながるのみんなちょっと食べログの評価上げるために面白いコメントお願いしますありがとう音符ナイス音符どうもうたずさん 聞いて武井の配信のさ配信時間を Twitter に載せるのは分かりづらいから食べログに載せてって言ってるんだけどどう思う誰が見るねんって思わん <laughs> どう思う微妙いおい偽物 <laughs> 店の <laughs> 雰囲気もねそうだから枠の雰囲気も評価につながるからねそんなくだらないしゃれ言ってる人なんているのか何かね あのー、謝るの早い人なら見かけた <laughs> 早めに謝ってくれる方はいた逆走馬がやかましい <laughs> みんな自分の評価出していくじゃん微妙い微妙いハマってるハマってるけど絶対に使い方え賛成なのじゃあちょっと明日から食べログ探して <laughs> 食べログで星1とかつけないでよ泣いちゃうから悲しくなっちゃうから。 あった微妙いって使わんの微妙い使う人いる微妙のことを微妙いっていう人いないハッシュタグシンプルにめんどいタグつけないで <laughs> やめてあげて微妙いっていう私使うんだけどえ使うでしょほらほらほら微妙い微妙いって知らなかったって微妙い使うよねでもなんか微妙の方が正直使うふ <laughs> 藤井さん全然関係ない これを巻き込み事故って言うんだな巻き込まれ事故あひどいひどいうちのモルモットにうちのかわい可愛いかわいいたまになんかさすごい辛辣なコメントあったりするよね食べログってそこまで言うかみたいな時ある点数上がるの <laughs> 食べログ課金ってこと どどこどこ版版があるのそれなんか大阪版と東京版があるのか大阪版かなたまに「そこまで言う」みたいな時あるよねめっちゃ怖い時あるよね「そこまで言わんといてあげて」みたいなめちゃくちゃ評価厳しい世の中ってやっぱ厳しいんだろうなって思う瞬間 同業者の人が書くことはそんなことあんのそれって何かメリットあるの書いた人ねえ匿名ゆえの厳しさってあるよね恐ろしいうん まあ、匿名のコメントって一番辛辣だったりするよね怖いコメントあったりするえー、そんなこと味で勝負しなよ <laughs> そんな世の中って恐ろしいなそう考えると 場合は何も考えたああおいしいな」しか考えてなかったもん <laughs> ご飯屋さんに行った。私あんまなんかそういうサイト系にコメントしたことないかもそれそれあれじゃないのなんだっけメルカリとかそういう感じじゃないの <laughs> 食べログ本当にそれそのうち食べログからミシュラに格上げされるのかな配信時間の忘れてるだけなのに。 タケイミシュランになっちゃうのああおヤフオクヤフオクヤフオク使ったことないんだよねヤフオクってなんか難しそうオークションだよね オークションってすごいなんか難しそうなイメージがあるんだよね誰がミシュランマンやねんちょっと似てるけどさ私 <laughs> 二の腕のあたりがちょっとミシュランマン夢じゃないいやいやいや夢夢のまた夢よ投票なんの オジ寝たねおじおじさ寝たらすぐ分かるねお <laughs> じが寝たらすぐ分かるおとなしいわあの子寝たらおとなしいいつ寝たんだラム肉のとこまでいたのかゴキって言ったあっ稽古発表リリポーン 懐かしい懐かしくなってる寝たらおとなしいよこの子寝たらおとなしいから <laughs> ちっちゃい子に言うことよねこれいてたそうやね意外といる <laughs> 意外と起きてる7時半起きなのに寝ようとしてたけど寝ててもうるさい人は嫌だよ私も嫌だよそれはさすがにおとなしく寝ろよってなるよ わじわーわい <laughs> うん多分だけど寝たらわかるタイプだね <laughs> 寝たなーって言われるタイプだよあれああああ,あさんおとなしくない <laughs> 深夜深夜に盛り上がり深夜に盛り上がりがちだからねみんなの睡眠睡眠時間を奪っていくいいねあっあっ ちなみになんだけどみんな明日何時起きいなのかだけ聞いてみていいあコメントのペース見てるんださすがじゃんコメントマスターじゃんわしも割とバレてるよわしあの結構しゃべる方々バレてるからね4もうもうすぐやんもう起きとかんとあかんレベルちゃう ?5 時7時早い5時7時半 8時早いよわしバレてるよダジャレがなくなったらう太くんは寝てるからねふわふわふふふふして寝てるからね。ふふふった間にふったお仕事間に合いました。でわかるなんか何時に起きないといけないってことは分かってるんだけど。 なんかアラーム止めながらさなんか何とかしてもうちょっと寝れないかなっていう言い訳探しちゃわない竹井明日8時半 <laughs> こんばんはえさっきの寝落ちはバレてない <laughs> うまくやったな誰がヒゲやねん 朝起きてから事務仕事してから喫茶店行って集合してるのに朝食取られへんかった <laughs> えじゃあお昼まで食べれなかったのずっと4時に4時からなのにめちゃくちゃお腹空すかないあ夢逃げで起きるんだお休みってことそれ <laughs> あなたヒゲちゃうねんロリやねん <laughs> ほんまやほんまやほんまや フェイントに引っっかかちみんなみんなアバターが同じだったらこういうフェイントがあるんだね私嫌いになるめっちゃ嫌いになっちゃうから iPhone のさ最初から入ってるやつ「でで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 でみたいなやつあるじゃないですかあれなんやけどたまにテレビとかでもさたまに流れたりするやんうわってなる。 ここのの曲は聴きたくないんだこの時間にって気持ちになるあ同じく私も初期画面だよあの待ち受け画像とか何も変えてないタイプえそんなすぐ起きてんのそんなすぐにめっちゃ早くない 待ってマキシマムザホルモンで爽やかに目覚めてんのかなんか結構豪快な目覚めっぽいけどじゃあじゃあ私ってあの覚えれないんだよねコールコール覚えれてないんだよねでもあれだけは覚えた「言いたいことがあるんだよやっぱり誰々かわいいよ」 好好き好き大好きやっぱ好きやっと見つけたお姫様俺が生まれてきた理由それは何々に出会うため俺と一緒に人生歩もう世界で一番愛してる愛してるこれだけは覚えた「ガチ恋工場」合ってたガチ恋工場だけは言えないといけないなってやっぱ社会人として言えないといけない。 って思いました <laughs> やっぱね大人になったら最低限できないといけないことがあるじゃないですかそれってやっぱりガチ恋工場だと思うんで頑張って覚えましたねお母さんにも言われました二十歳になったらこれだけは覚えるんよってこれだけは覚えなあかんって言われたんで覚えてヒデさん <laughs> しっかり覚えて。 <laughs> あ分かってくれる分かってくれるまんまうちはまんま何も言えないよちなみに <laughs> うちのまんま何も何も分かんないよ最近流行りのひろゆきメーカーって知ってますよひろゆきが喋れずあれであれでびっくりしてたお母さんだからダメだよ純粋なんだからうちのお母さんうちのお母さんちょっと嘘ついたら本当に信じちゃうからダメあんまり嘘ついちゃダメ ダメだよりょうたくんちっちっちちっちっちしっかり覚えてあと1年ぐらいかな25までに覚えたら一ちょこ前よほんとよっしゃいくぞー。タイガーファイヤーダイバーサイバーバイバーあれなんか足りへんじゃあじゃあなんか足りてないよね今何が足りなかったタイガーファイバーサイバーバイバー ダイバー、じゃあじゃあ合ってる違うなんダイガーファイヤーサイバーダイバーバイバーあれじゃあじゃああれ分かんなくなった財布を持たずにそうだよ後ろからついてくるめちゃくちゃ心配しよう優しいんだようちのお母さんは星おめ面でーすそう夜中のコンビニじゃないよ 7時だよ <laughs> 夏場の7時のコンビニだよあのー、心配性なんだけどうちのお母さん私がコンビニに行ってくるって夏のね7時のまだ明るい時間の7時に行ってきますって言ってったら心配して後ろからついてきてた一番怖かった誰もついてきてなかったお母さんだけがただ一人後ろについてきてた怖かったです んちゃら河川飛びなんちゃらかんちゃら言えるようになりたい言えた方が絶対楽しいと基本めちゃくちゃ心配性だって友達と今もご飯行ったりするじゃん。 行ったら駅に私勝手に帰るからなんだけど基本的にローペさんレベオメー勝手に帰ってくるからめっちゃ早い時間夕方ぐらい4時ぐらいに何時に帰ってくるか LINE してねって絶対に来る絶対送ってくれるお母さん。駅まで迎えに行くから 心配症ですねうちのお母さん結構心配症の部類に入ると思うレベチ28レベってすごくない最大何レベなのかは分かってないけどすごくない最大がどこかはちょっと分かってないところがあるけど。<laughs> 食べログの評価気にしていここうねみんなこれから食べログの評価が一番大事だから食べログの評価は気にしていきましょうまあねこんだけ可愛いねこんだけ可愛い娘描いたらそりゃ心配になりますよねうんジャンルはなんだろうねこれえー、何なんだろう 下手者に入るのかなな <laughs> やだな和食とか中華とかそっちが良かったけど下手ノに入っちゃうのかな私どうなんだろう居酒屋 <laughs> 居酒屋か居酒屋のスタンスで行くか最大が48系かそれまたなんか違いそうだな違う系のなんか P から始まるやつな気がする P から始まるアプリな気がしてる ジンギスカンファイヤーそれ何力尽きそうたけりさんは今日は1時半までの配信にしようと思っている所存でございますえー私羊のお肉多分食べれないと思うななんか臭みとかありそうじゃない癖のある味しそう 誰がラム肉や,、ね、やめてあげて <laughs> やめててあげてうちの子ラムちゃんって言うんだから子羊子羊のなんちゃらみたいなよくあるもんねなんかそんなおしゃれなお店に行くことがそもそもあんまないからあれだけど 一番マクドドナルドに行ってるる気がするわまたまた本当だよ見てごらん深夜にポテチ食べてる人だよ今日も京都でスッパムーチョが美味しかったスッパムーチョとパプリコが美味しかったパプリコにはまってるね 夕食ちゃんと作れるし夜はちゃんとポテチやしアペリティフが出てくるお店食前酒しっかり母親の優しさは伝わるのですがやはりシャレのうるさシャレの男がうざさいので評価はこちらででも2に上がってるさっき1だったのに1個1個星上がってるこれ母の優しさ母の優しさの星11個増えた星はそれ おかんに感謝しないとじゃん。あビネガじゃない梅梅が好きなんだよねビネガちょっと苦手だった。細長い細長い方ってなんだ。細長いの知らないな。梅味がめちゃくちゃ美味しくて、それ毎日食べてる。一週間に七個ぐらい買ってる。スパ。 追うの諦めてるじゃん諦めないであカラムーチャの梅却下か滝は梅派だな圧倒的に梅が好きだな梅が梅えわってなんかごめんね今のは食べログの評価下がりそうじゃないたく君「酸っぱ辛い」は口に入れる意味が分からん 美味しいけどななんか酸っぱいおいしいってなんかもうなんかさっぱりしてるからいっぱい食べれちゃう特にポテチとか脂っこいものをさっぱりしてる方がおいしくないまあ好き嫌いによるか <laughs> 梅好きだからな梅梅干し自体が好きではそんなめちゃめちゃ好きなわけではないんだけど梅味の何かは結構好きなんだよね梅味のお菓子とか。 やばいわ、ついに星全部奪われちゃった <laughs> やばいわ流されちまってるやばいやばいお主 <laughs> それは何々じゃ違うかこれノブさんか <laughs> 男梅沢さは飲めない男梅沢さは飲めないなんかちょっと塩 塩っぽいじゃんしょっぱいじゃん普通の梅酒なら飲めるんだけど男梅サワーってなると話は変わってくるないやしょっぱくないなんかわかんないけどえ知らないそのネタちょっと勉強不足だわ武井誰のことなんだろうねでも私ここでなんかダジャレ言ってんの一人しか見たことない気がする まだまだ一人しか目撃してないけど誰のことなんだろうなんだろう半 <laughs> になったので一旦ちょっとランキングを読ませていただこうかなと思いまする <laughs> いきますわよ13位こまいこまいさんありがとうございました12位カタンガさんかなありがとうございました 11位、岡さんです。ありがとうございました。10位、師匠です。ありがとうございました。9位、ナンバーイのセレビーさんです。ありがとうございました。8位、福岡のゼロさんです。ありがとうございました。7位、サカッチさんです。ありがとうございました。6位、ヒゲさんです。ありがとうございました。5位、ヒカルさんです。ありがとうございました。 4位ゆうゆうさんですありがとうございました3位かりさんですありがとうございました2位はまさんですありがとうございましたそして1位はあさんですありがとうございましたじゃあ今日は一旦終わろうかなと思います今日はねめちゃくちゃ夜遅くまで深夜まで。 やっっちゃったんんですけどもみんなねお付き合いいただきありがとうございました明日はねそうだねあの一応もしねあのあれだったらゲリラで開けるかもなんですけどおそらく明日はちょっと配信お休みさせていただいて、えっと、0時からまた深夜枠開けしたいなと思ってるのでよかったら遊びに来ていただけると嬉しい所存でございます。ではではは おやすみなさい。ありがとうございました。また明日ね。おやすみなさーい。